コスタ・セレーナは、イタリアのクルーズ会社コスタ、クルーズのコンコルディア級クルーズ船である。セレナという名前は、調和と静けさを象徴することを目的としている。コスタ・セレーナは、セストリポネンテのフィンカンティエリで建造された。2005年に、姉妹船のコスタ・コンコルディアが建造されている。この船は、2014年に、コスタ・ダイアゲマが建造されるまでの間、三隻の、 運航中の姉妹船とともにコスタクルーズの最大かつ最長の船であった。2009年と2011年に姉妹船のコスタパシフィカとコスタファボロサが2012年にコスタファシノサが竣工した。コスタセレーナの名付け親はマリオン・コティアールである。2007年5月19日にフランスのマルセイユでコスタセレーナの就航イベントが開催された。イベントでは 花火とレーザーショーが行われた。実際の就航と同時に、コスタはセカンドライフの仮想世界で就任イベントを開催した。コスタセレーナは現在1年を通じて上海から運航されている。2015年に上海に再配置され、1年を通じて中国から日本と韓国の港を訪れるクルーズを航行する。これらのツアーは中国人顧客向けであり、 中国の旅行代理店を通してのみ予約可能である。2009年、コスタセレーナとそのクルーは、6エピソードのナショナルジオグラフィックチャンネルのドキュメンタリーシリーズクルーズシップダイアリーズで紹介された。ありがとうございます。